トル直しますか。新潟県妙高出身の20歳、日本にスキーを伝えたとされるレルヒ少佐にちなんで名付けられた清水レルヒ。これもいいジャンプを見せました。 131m50。 いやもう20歳のね、清水君、本当に今日ソチのあのジャンプ台で躍動してますよね。さあ日本竹内拓、130m を飛んで、よし、さあ日本ここでトップに立つ。よしよしよし。さあもうメダルをね争ってるっていう、もう意識が高まっているはずですからね、集中して飛んでほしいですね。1回目追い風の中でいいジャンプを見せました。いやー、132m、 ちょっと踏ん張りきれませんでしたが、ちょっと痛みもあるんでしょうか。もう最後の最後の力を振り絞って飛んでくれましたよね。メダルをかけて葛西紀明、はい、もう4人のですね、力がこう詰まってますからね、この最後のジャンプ頑張ってほしいです。目安のブルーラインを越えてくれば日本メダルが見えてくる。よし、葛西動かない。よし、こいこいこい、出ましてきた。1回目も2回目も 134m。 さあ日本、日本トップに立ちました、はい、日本メダル確定。来ました、はい、日本やりました。16年ぶりのメダルを取りました、はい。まず葛西さんから、はい、獲得になりました。今の感想教えてください。とても嬉しいです。メダルの色は関係なく本当に嬉しいです。世界も本当にレベルが高く、その中で取れたことは本当に良かったと思います。いやもう本当に痛かったから辛かったですけど、いや嬉しいですね。長かったなっていう感じです。いや本当に取れて良かったなっていう気持ちで、本当にとにかく嬉しいですし、そのことを考えると、本当に選んでいただいて、こうやってメダルを取らせてもらえて、本当に皆さんに感謝の気持ちいっぱいです。若さって言いたいですけど、感じてますか。若さ、そっちの方ですか。確かに若さです。葛西さんは腰が痛くて、僕膝痛くて、なく一時期ちょっとお腹痛かったんですよ。前若くていいなって言ったんですけど、僕頭の中痛いっす、ね、一番痛かったもん、ね、今のコメントも痛かったですよ。葛西さんがみんな膝と病気立ててて、僕何言ってくれるのかなってずっと思ってたんですけど、サッとスルーしたからちょっとあれだったんですけど、ちょっと必死にさっき悔しい思いをしてて考えてくれたんだなって。いや、俺はお前が悔しい思いをしてたの知ってるよ。それを言ったんだ。もうちょっと言ってほしかったんで。